を飛び出してちょっとお買い物に来ています。ここは立川のグリーンスプリングス。一緒に来てくれたのはスタッフのちかさん。おはようございます。今日は何を買いに来ましたか？今日はクリスマスに使える花材をいろいろ、はいですね、木の実とか植物なんかがたくさん揃う立川のこちらラストさんに来ました。あれ何？あ、ユーカリですね。大きい、すごい大きい、うん、ああいうのもなんかちょっとクリスマスの味だよさ、うんうん、そうですね、あのまま植物としてあるのもすごい素敵ですし、うん、ちょっとこう剪定するときに取った木をスワップにしたり、うんうん、ツリーにしたりするのもすごいですよね。シルバーリーフがいっぱい揃ってますね、うん、シルバーリーフって言うんですか、はい、こうなんかちょっとこういう銀色っぽい感じの葉っぱ、うんうん、これ白大菊とかドライフラワーにしても可愛いですし、うんうん、クリスマスにぴったりの植物だと思います。うん、これとかすごく見てください。これはこれ葉っぱがすごい雪の結晶みたいで、うんうん、クリスマスっぽくないですか？ここはちょっと人参かと思って確かに人参っぽい、シルバーリーフ人参ですね、うんうん、じゃあ入ってみましょう。うわ、いきなりなんでしょう、ここ。エアープランツがいっぱいありますね。こういうのはちょっとどう飾っていいか迷っちゃうんですけど。こうやって流木にあってもとっても可愛いんですけど、うんうん、こうエアープランツって花瓶とかに入れとかなくていいので、ね、うん、ちょっとこう糸とかで結んで、あ、確かに。中に垂らして。ちょっとキラキラした紐とかで。それも絶対可愛いですね、うん、素敵ですよね。あのタペストリーとかツリーのところとかに赤い実と一緒に垂らしておいたらすごくクリスマスっぽくて素敵だと思います。あれすごい可愛くないですか？お、え、どうなってるんですかこれは？瓶の中にいろんな世界が見えるかなこれ。うわお家だったり、登山から帰ってきたみたいな、ちょっとスノードームみたいな。でも、ちかさんがいる。うんうんうん。本当だな。この寄りはすごい。ここになんかちょっとサンタクロースとか置いて、お家に待ってる子供とか置いたら、そうですね。ガラスの違いはいいですね。すごい苔なんですかね。可愛い植物発見しました。何でしょう？何でしょう？なんかすごく肉厚な葉っぱなんですけど、多肉系なんですかね。なんて言うんでしょう。クリスマスっぽく飾ることもできるし。年がら年中飾っておいても素敵だし、うん、ちょっと赤い実とかちょっと散らしたいですよね。あとフィギュアみたいのをこの辺に置いてみたい、うん、これなんていう名前なんでしょうね。見てみますか、ね、見てみましょうか。見てみたいです。すいません、はい、ひどちゃんこちらの植物について教えていただいてもいいですか？はい、こちらなんですけども、エスキナーサスのトリコロールっていう種類になります。エスキナーサス、はい、実はこれお花が咲くんです。あ、そうなんですね。 赤黒い綺麗なラッパ状のお花が咲きます。はい、特性としては寒いところは苦手ですので、暖かいところ、レースカーテン越しの光が当たるぐらいのところで、はい、で乾燥にも比較的強いですから、しっかり乾いたらたっぷりお水をあげるっ
っていうのがいいんですね。で、つるつるとつる製なので、あのこういったハンギングとか、棚の上とかにつるすとすごく綺麗です、ね。すごい綺麗だろうなと思って、はい、花が咲いてるところも見てみたいです。はい、これもこれもお花咲きます。ドライにした感じのこの少し丸まった感じです、うんうんうん、とっても素敵。入り口にあったあ、そうで す, いいです、ね、そうで、あの丸バーの、はい、わー、この辺も好きそうですよ。ドライのすごい、いっぱい実が。これ何ですか、そのミラボールみたいなミラボール、これライムボールって書いてあるんですよ。これあれですよね、あの柑橘類のライムにこう、レモンライムのライム切れ目を入れてあるみたいなんですけど、すごい、これにちょっと紐をつけて、オーナメントにしたら絶対可愛いです。可愛い、かわいい。花やすぎの実なんですけど、本当バラみたいです。可愛いですよね。名前は何て言いますか。これね、シダーローズっていう名前で売ってますね。八角もよくある、スターアニスですね。そう、八角としてよく中華料理とかの香辛料で売られてますけど、星型だからクリスマスにぴったりですよね。変わってますね、これ、これ中に松ぼっくりがあるみたいな、もうなんかガラスのフロアベースに、ポンと素敵です。あ、面白いのありました、ね、あ、なんシープヘッドって書いてあります。何じゃん、シープヘッド、羊の頭みたいな、メガネみたいな、かわいい、面白い。どうやるの、でもなんかちょっと、ポンと飾ってやるとかわいい、かわいいですね。ドライフラワーとか詰めてもかわいいですよ。ちょっとカサカサしちゃった。結構買いました。このライム行きましたね。ライム買いました。かわいいから。植物ね。これブラックベリー、大人っぽいやつ。これ気に入っちゃいますね。素敵ですよね、なかなか。シルバーフレディア。